皆さんこんにちは、ネット編集長の佐藤翔です。皆さん、ピッチンカーの方なんですけど、着実に話が進んでおります。で、今回皆さんにお伝えしたいなと思うのは、このね、今僕が始めようとしているピッチンカーに応援をしてくださる企業様が何社かいらっしゃるんですけど、今日は、そのうちの一社の方をご紹介したいと思います。そのね、企業様がなんとですね、はい、もうね、皆さんも、ご存知だと思うんですけど、ネスカフェのコーヒーで大変有名なネスレ、日本様がこのキッチンカーを応援してくれることになりました。僕も今ですね、日本さんの、まあ、アドバイザーを、務めさせていただいてるんですけど、まあ、そういった、ご縁から今回キッチンカーを応援いただけることになりまして、今回ですね、ですね、日本の僕がお世話になっている方から応援メッセージをいただきましたので、皆様にご覧いただきたいなと思います。どうぞ。佐藤さん、こんにちは。ネスレの藤沢です。この度はキッチンカーを始められるとのこと、誠におめでとうございます。佐藤さんにこのビルに来て講演していただいたのは、もう早くも2年前2019年のことになります。佐藤さんに初めてお会いした時から、やりたいことに制限を設けないのが佐藤さんの素晴らしいところだなって思ってましたけど、今年年初にキッチンカーを運営することを考えてるってお聞きした時には、本当にこの行動力はただものじゃないなっていうふうに思った次第です。障害を持たれている方に働く場を提供したいという佐藤さんの思いに、非常に賛同しました。そして以前から弊社ネスレと関係があるところから、キッチンカーでネスカフェ製品を取り扱いたいというふうにお聞きして、とても嬉しく思いました。佐藤さんの運営されるキッチンカーが名古屋中を走り回って、美味しいコーヒーや、食べ物と一緒に笑顔を届けられますように、神戸から応援しています。頑張ってください。はい、というわけで、ネスレ日本の、藤沢さんから応援メッセージいただいたんですけど、本当にもうありがたいなという思いでいっぱいなんですけど、それで今回、どういったふうに応援してくださるかっていうと、こういったコーヒーマシンをご提供いただいたり、あとはこの今ね、画面にいくつか映っている、コーヒーであったり、あとはですね、こんなにすごい立派なのぼりですね、ネスカフェの、のぼりまでいただくことが、できましたので、またね、こういった今回ご提供いただいたものを、活用させていただいて、でそしてピッチンカーの、車体の方でもネスカフェっていうロゴマークが入りますので、また皆さん、ぜひピッチンカーの出来上がりを楽しみにしていてもらえたら嬉しいなと思います。それではですね、今回のサブチャンネルはこれで終わりたいと思います。今日も皆さん、お疲れ様でした。